YouTube がきっかけで誕生した万能調味料俺の塩島田、ただいまクラウドファンディングにてプロジェクト実施中。詳しくは概要欄にある幕開けページをご覧ください。はい、どうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。ドンタコ吸ったらドンタコ吸、ドンタコ吸ったらドンタコ吸、ドンタコ吸ったらドンタコ吸、嬉しい、もうすぐドンタコスが食べれるのドンタコスで、初めてタコスって食べ物を知りました。今日はそんなタコスをトルティーヤから作って食べてみます。それでは早速やっていきましょう。今日はメキシコ料理のタコスを作ります。まずはタコスに欠かせないトルティーヤを作ります。今日はメキシコっぽくマサコを使ってトルティーヤを作ります。メキシコではトウモロコシの粉から作るトルティーヤが一般的です。アメリカ式のタコスの場合はトルティーヤを油で揚げたハードシェルを使う場合や、小麦粉で作るフラワートルティーヤを使う場合が多いです。今回は黄色のマサコを使ってトルティーヤを作ります。まずはボウルにマサコを入れて、規定の水の量を入れてよくこねていきます。全体が粘りが出てくっつくようになればこねる作業は終了です。次に 30g から 40g くらいで生地を丸めておきます。生地を丸めたら一旦1時間くらいラップをかけて寝かせておきます。次にこのトルティーヤプレスを使って生地を形成していきます。このトルティーヤプレスの真ん中に生地を乗せて潰すと、均等に力がかかり平らに伸ばすことができる機械です。アナログですがかなり役に立ちます。一家に1台あると便利です。機械に生地がくっつかないようにクッキングシートを敷いて真ん中に生地を乗せて潰していきます。いい感じで生地が平らになりました。あとはフライパンで片面1分ずつ焼けば完成です。次に具材の準備をします。今回はカルネアサーダという牛肉のステーキのタコスを作ります。まずはパクチーを細かくカットします。次にボウルに刻んだパクチーを入れて、クミン、ブラウンシュガー、ガーリックパウダーを加えます。ライムを絞って醤油、アボカドオイルを加えてよく混ぜ合わせます。そこに牛の肩ロースを入れて漬け込みます。ハラミなんかをつけても美味しいです。1時間くらい漬け込んだら取り出してフライパンで焼いていきます。両面焼き終わったら取り出してダイス状にカットします。次にワカモレを作ります。アボカドを半分にカットして種を取ります。ミキサーにアボカドを取り出して、サワークリーム、ニンニク、塩、パクチー、ライムを絞ります。全体がペースト状になるようにミキサーにかけます。次にサルサを作ります。パクチー、トマト、玉ねぎを細かくカットします。ボウルにカットした具材を入れて、塩、ブラックペッパー、アボカドオイルを加えてよく混ぜ合わせます。以上でタコスの準備は終了です。メキシコ人に生まれていたら、これが朝から食卓に出てきたら、ご飯、味噌汁、焼き魚、卵焼き、納豆、漬物が出てくるくらいテンション上がるんでしょうね。自分はテンションぶち上がっています。それでは早速食べてみましょう。いただきます。お気づきの人いるかもしれませんが、最近沖縄行きたすぎてまとめて沖縄の南砺醸造所のビールを買いました。どれも美味しいので当たりです。今回は自分が一番好きな IPA を飲んでみましょう。これが沖縄産後ビールの IPA です。色は少しオレンジがかった黄金色です。苦味がしっかりとあり、柑橘系っぽい爽やかさもあるので、今日みたいなライムを絞ったメキシコ料理やパクチー多めのタイ料理とかに合わせても美味しそうです。それではどんどんトルティーヤに具材を乗せて食べていきましょう。やっぱり自分メキシコ料理って口に合っています。このクミンの効いたスパイシーな味付けのステーキと、サワークリームとライムと合わせたまろやかな酸味のあるワカモレ、具材のシャキシャキ感とフレッシュさが全体を引き締めてくれるサルサとの抜群のバランス感覚が口の中で調和します。その口いっぱいに広がるうまさの複合体を苦味の効いたビールで流し込む、これは今日もケリコです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。タコスいかがでしたか？これをご飯の上にぶっかけて食べても美味しそうです。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。